奥田源は日本のピアニスト、作曲家、編曲家。所属事務所はオフィス21、埼玉県生まれ。3歳でおもちゃのピアノで遊び始め、楽譜の読み方を父に教わる。5歳の時に諸山町に転居すると、今に置かれたピアノで熱心に練習するようになり、映画アマデウスにて、モーツァルトが5歳で作曲を始めたことを知り、自分も始める。 ほぼ独習で演奏法を身につけ、さらに作曲も始めた。6歳でビル・エヴァンスを聴いたのをきっかけに、もっぱら CD を聴くことを通して、ジャズに傾倒してゆき、オスカー・ピーターソンに憧れるようになった。その後、7歳でソロコンサートを開き、8歳の時に3ヶ月間だけピアノ教師の指導を受け、2010年から各地の会場でコンサートを開催するようになり、 2011年には、地元の諸山町のほか、川越市や兵庫県上町でもコンサートを行った。数々のジャズフェスにも登場。札幌シティジャズ、朝日ジャズ、グリーンティージャズフェスティバル、サマージャズ、東京ジャズなど。三井ホール、山形テルサホール、神戸オリエンタル劇場、アクロス福岡、皆野町文化会館、多多数のホールで全国演奏。この間、 2010年6月16日に天才テレビくんに出演し、さらにスッキリ。世界一のショータイムギャラを決めるのはあなた、中井雅宏の金曜日のスマたちエなどのテレビ番組にも出演した。2011年12月21日に史上最年少の9歳でメジャーデビューアルバム奥田源がリリースされた。内容はラグタイムやジャズのスタンダードナンバーなどを 中心としているが、奥田の自作曲も収録されている。同年、ジャズジャパンアワードを受賞。2014年、史上最年少の12歳で、ジャスラックのメンバーとなる。2015年、題名のない音楽界の作曲大喜利で、アドリブで作曲をし優勝。2015年11月11日キングレコードより、学校で習うクラシックを、ジャズアレンジした。 奥田源と愉快な学校ジャズピアノ発売。2016年、ショールリアンでは、テーマ曲を書き下ろしピアニストとしても出演。同年秋の慶応音楽祭では、奥田源、東京フィルジャジー、クラシックと題し、東京フィルハーモニー交響楽団と共演し、オーケストラ初共演を果たす。さらに、東京交響楽団と奥田トリオバンドの共演も話題となり、 奥田のオリジナリティあふれるパフォーマンスは新たな風としてオーケストラ等からも注目される。2017年4月より E テレ、ムジカピッコリーのアポロン5号シリーズにピアノ担当レオ役で出演。悪夢発表しプロジェクト10 5082参加し、いずこから再び歌をさらに飛ばそうの BGM 作曲と演奏を担当。ソロコンサート、奥田源。 ジャズワールドを全国で開催。インプロビゼーションが好評の奥田の即興企画も盛り込んだプログラムは今までにない感覚のコンサートとして人気を得ている。また、ジャズピアニスト国部広子氏と共演するなど、コラボレーションの幅も広げている。2018年1月からは、テレビコーチ、イブニングコーチテーマ音楽担当し、番組テーマ、天気予報 BGM 曲。 ジングル等すべて手掛けている。2019年10月より、E テレ、ムジカピッコリーのアポロン5号シリーズが、再びスタート。ABC、ヤマハ銀座で、小学生の奥田源が、ジャズピアノライブ。銀座新聞ニュース。2012年7月5日閲覧。ABCDE、タレント名、奥田源。ヤッピータレントブック、ハンクルーズ。 2012年7月5日閲覧。AB 村の A1。奥田玄さんデビュー CD を発表した小4のジャズピアニスト。朝日新聞、P2 キキクラ2ビジュアルにて閲覧 ABCD。9歳の奥田玄君ついに奥田玄でデビュー。グローバルプラス。2012年7月5日閲覧。奥田玄。ポニーキャニオン。2012年7月5日閲覧。 AB、14歳のジャズピアニスト、天才のプレッシャーを楽しんでる。オーコンスタイル、2015年11月9日閲覧。13歳のジャズピアニスト、奥田玄が学校での1日をストーリーにしたアルバムをリリース。セリジャーネルニュース。www.cdjournal.com。2019年9月18日閲覧。 ショールリアン天皇図銀河劇場。2019年9月18日へ閲覧。悪友リスペクト版。地球の男に飽きたところよに、リリー、ソガベケイ,イチラ、シンラ、ネット。2019年9月18日へ閲覧。ありがとうございます。